VR のおすすめ、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。4月19日月曜日、はい、今日のね、内容はまあちょっとね、まあ深夜ラジオ的なね、ところもありますので、18禁とさせていただきたいと思いますので、ね、お子様は聞かないようにしてください。はい、まあ、どういう内容かと言いますとですね、まあ、昼ね、23個今日はね無事販売できまして、で片付けしてね、仕込み、仕入れにね、行ってる途中に LINE 電話がかかってきまして、出ると見ると、同級生でね、まあ、都会に住んでる同級生と言っておきましょうから電話で、まあ時間ねえけどなと、まあでも一応出とくかと思って、出たら、もしもしと、何って聞いたら、いやちょっとお前にね伝えなきゃいけないことがあると、教えにはいけないことがあると言われまして、何のことを言ってるのかなと思った。 VR って知ってるって言われて、ああ VR わかるよって、なんかゴーグルつけて映画とか見るやつやろって、なんつって、でそっからね、どうやらね話はねエロい方の VR の話やったみたいで、なんか最近ね、個室ビデオっていうのにねもう今ねこの響きがねもう昭和のあれでしょうけれどもね、まあ、いわゆる個室ビデオで VR で、見れるようなね、とこが都会にはあるみたい でそこにね、知り合いと行ってきて感動したと。そしてこの感動を誰かに伝えなくちゃいけないとで、私に、連絡してきたそうです。はい、もうね、次元が違うと。もう、なんか IT 革命とかね、なんかね、もうそのぐらいの勢いだと、いう話でね、VR ね、やってみろというね、まあ、おすすめ、されましてね、はっつってもうこっちはねもう今バタバタしてる最中でね、何を、言い出すんかなと思ったらね、VR、 まあエロ VR のねおすすめの、まあ、自分がね個室エロビデオ屋に行って、VR 初体験してきて、めちゃめちゃ感動したと。でこれをね感動を誰かに伝えないといけないと。でわざわざ、私に、ね報告してくださって、そして、VR を買えというところまで来ましたと。で彼もねまだその個室でね、個室ビデオ屋で見ただけらしいんで、買いたいと、マイ VR ゴーグルを欲しいということになりまして、でなんかね言ってましたけど、多分これのことなんでしょうね。オキュラスっていうのがまあそのエロ VR ではなんか主流らしくて、まあそれがね、まあ3、4万ぐらいするやつと。で、この3、4万がね、とにかくすごいと。あと 4K とかもあるらしいんで、まあな、これはとにかくすごいらしいけれども、じゃあ、スマホでなんか見れるようなやつがあって、これがなんか1000円台、2、3000円ぐらいのやつがあると。で、その違いを俺がレビューするから、それまで待っとけという、なんか意味のわからないね、報告でございました。まあ、とりあえずなんかね進めておきながらいきなり高いもんを買わすのはあれだから、俺が安い、VR も試してみて、その違いコスパ的にはどっちがいいかっていうのを見極めてからまた報告するから待っとけというね、なかなかのね、ね芸人の深夜ラジオでね話すような内容を、ねネタを提供してくださいました。ありがとうございました。でまあ彼曰く、まあそのね、VR かける、ファンザってやつかな、ファンザ、まあエロ昔で言うなんだ俺忘れた、ファンザのサブスクに入会して、まあそれで、まあ、VR のねエロビデオがあるから、それを、ネットでね見て、で、VR でオキュラスがいいのかな、が最強とおっしゃっておりました。はい
という内容でございました。はい、まあ、ここまでね、お付き合いしてくださいました皆様、しょうもない内容ですいません。まあ、なんかね久しぶりにね、しばらくねなんかあのまともなね、人間になってたんですけれどもね、まあ、コロナがそうさせたのか、まあ、環境の変化がそうさせたのかわからないですけれどもね、昔のねちょっと猟奇的な、空気をね漂わせながら、なんかちょっとねその圧というかねなんかパッションにね、ほだされてちょっと思わず電話を切るのをね時間がなかったんですけどね電話切るのをねちょっと、躊躇してずっとね、聞き役に徹しておりましたけれども、まあね同級生がねまあ頭ねいかれてる感じに戻ってきてね昔のね頭いかれてる時のね、まあちょっと気違いじみたね感じが猟奇的な感じがね、好きやったんですけれどもね、まあ大人になるとねだんだんそういうのがねなくなっていくもんですけれどもね、この度なんかまた、昔にね戻ってきたようなのでねなんかあ新鮮というかね懐かしいなと思ってね思わず聞き入ってしまいました。はい、というわけで、まあねこのトリーマンチャンネル視聴者のね、年齢層で言いますと大体ね私ぐらい、まあ、35から、45、50までかな、35から45ぐらいが一番多いそうらしいんでね、まあ、チャンネル登録してる人の中ではかな多分、はい、ね、Google アカウント持ってない人のデータは取れないと思うので、ね、まあ、それは入ってないですけれども、まあね、同世代だとね、まあ、なんか話が分かるんではないでしょうか。はい、はい、本当にねくだらないね、内容だったんでね笑いそうになりましたけれどもね、ただもうこっちの世界にね入り込んだらもう元後戻りはできないぞというようなねことをおっしゃってましたので、いやまあそれはねもうよくあの深夜ラジオとかでね、まあ、芸人さんとかがねよく言ってますけれどもね、まあそんなんもね踏まえて、私はまだ使ったことはないんですけれどもね、はい、まあレビューしてくれるそうなんでね、まあそのレビュー待ちしようかなと思います。はい、誰かね、体験したことある人は、まあお話聞かせてください。はい、お待ちしております。はい、というわけでね、まあ仕入れ先でね、くだらない話を聞いたというお話でございました。まあでもね昔みたいに、まあ、地元のね友達がまあそういうねくだらないこと、もう本当にね中二病じゃないですけれどもね、昔の本当にね、もうエロ大魔王のね時代に戻ってくださってね、なんか、ちょっと嬉しかったっていうのがありますね。はい、で夜はですね、まあ超暇でしたね。まあ緊急事態宣言をね大阪東京でね出そうかっていうね流れになってますから、まあしょうがないなという感じの中にね、団体さんが、団体さんでもないな、団体さんというか、まあご近所のね企業さんが、がっつりやってくださって以上っていう感じでしたね。まあ計7名様ご来店で終了という感じでね、まあ昼夜合わせて、まあ爆死ですけど、まあ爆死の中でもまあまあ、踏みとどまったというような感じでございました。はい、というわけでね、まあしばらくね、まあ当然厳しいね状況になるでしょうけれどもね、まあなんとか乗り切っていきたい、踏みとどまっていきたいと思います。まあ今からねどんどんまあ感染拡大ねしていくでしょうけれども、まあ今んとこね、まあ足し算の経営をやっておりますのでね、まあ、引き続きそれでなんとか、補填しながら、黒字経営を続けていきたいと思っておりますので、皆さんねよろしくお願いいたします。ご予約の方もね今週もお待ちしております。0832321619までお願いいたします。でチャンネル登録の方もね201人のままですので、チャンネル登録の方もね、お願いいたします。はい、というわけでね、都会にいるね同級生から、VR のね勧め、もう福沢諭吉先生のね学問の勧めみたいなね、流れですけれどもね、VR の勧めという、お話でございました。まあね、その道にね、精通している方、まあ、今から入学される方、まあ、いろんな方がねいらっしゃると思いますけれども、その道にね踏み込むとで、ね、足を踏み込むとですね帰ってこれなくなる
そうなので、まあね、要注意と、まあ注意が必要でございますと、ね、要領、説明書をね、ちゃんとしっかり読んで、ご使用くださいという感じですかね。はい、というわけでね、同級生、レビューお待ちしております。いや、久々にね、ちょっとね、頭おかしい系のね、同級生からの、連絡というかね、内容だったんでね、ちょっとね、ゾクゾクしましたね。いや、頭のね、イカれた人大好きなんでね、まあ、同級生がね、こっちの世界に戻ってきたなと思ってね、ちょっと嬉しかったです。はい、終わります。ご視聴ありがとうございました。